アロハー、皆さん、こんばんは。皆さんはね、アメリカ人というとね、どういう感じでしょうか。まあ、どういう感じというか、どういう人たちなのかなって思われますか。映画とかでね、まあ、大体想像はつくと思うんですけども、今夜はね、私なりの視点で見たアメリカ人、まあ、私もね、アメリカに長年住んでいるので、彼らがね、私の目から見るとどういう人たちなのかっていうことについて皆さんにご紹介したいなと思ってます。私が見るね、アメリカ人というのはね、非常に自分大好き人間ですね。もう自分がね、一番。はい。私はね、それはね、すごくね、いいことだなと思ってますね。これはね、残念ながらね、日本人にはあんまりない特徴ですよね。アメリカ人はね、本当に自分がね、大好きで、自分にね、もう絶大な自信をね、持ってるんですよ。だから、私がね、好きなのは、そういう人たちですから、あんまりね、他人のことをね、気にしないんですね。だから他人がこう、ね、ことわざでもあるように、隣の芝生は青いって言うじゃないですか。他人のことをね、あんまりね、羨ましいというふうにね、思わない人たちなんですよ。それはね、私、アメリカ人の一番好きなところですね。自分にね、揺るぎない自信があるので、他人のことはね、あんまりね、気にならないんですね。で、たとえ他人がこう、なんていうのかな、自分より優れているとか、ね、自分より境遇がいいとか、例えばお金持ちだとか、成績がいいとかね、そういうことでもね、妬まないんですよ。それがね、私はね、ずっとね、すごいなって思っているし、で、そのおかげでね、私は非常にアメリカという土地がね、もう非常に私にとっては住みやすい土地なんですよね。他人のことがね、気にならないんです。気にする必要がないんですよね。自分に自信があるので、自分がね、一番だと思ってるんですよ。本当に。お気楽なね、人たちなんですけれども。なのでね、そういう風なので、あんまりこう、なんていうのかな。日本でね、よくいるじゃないですか。この、なんか教室のさ、この隅に固まってね、よくできる人とか頑張ってる人のね、悪口を言い合ってるこのなんか陰険なグループみたいな感じね、女子高生のいじめみたいなことをする人たちが日本っていますよね。そういうのがね、アメリカにはね、ないんですよね。カラッとしてるんです。性格もね、サバサバしてて、人のことを言う時間はないわけなんですよ。人たちにはそんな時間はないし、そんなことをするんだったら自分の好きなことをやってるという感じなので、そういう人たちなんですよね。で、私はね、長年なんでね、彼らにがね、こういう、なんていうのかな、自分にこう絶大な自信があるのかなってずっとね、観察してきたんですね。で、私なりの考察というか発見なんですけれども、それはね、子育てにありますね、おそらく。日本のね、子育てとはね、まあ、なんていうのかな、今の時代のね、日本人の親御さんがどのようなね、しつけをしているのか、私はよくわからないんですけれども、私の時代のね、しつけと比べたら、アメリカの子育てっていうのかなっていうのはね、もう全然違いますね。とにかく子供を褒めて褒めて褒めまくる、子育てなんでしょうね、アメリカの親っていうのは。自分の子供がこう一番つって育てるんですよね。
どんなにだからこう容姿が可愛くなくてももう可愛い、かっこいいね、あんまり勉強ができなくても大丈夫、うん、あのいいところをね見つけてね、どんどん褒めてもう伸ばしてあげる。で、あとは圧倒的に違うのはね、あの非常に何て言うのかな、愛情をねダイレクトに伝えてますよね。だからハグも一日に何回もしますし、大人になってもねキスしますし、もう小さい頃からね大事に大事に育てるんですよ。大好き大好きって言ってチューってハグとねキスでね、たくさんそういう愛情のシャワーを浴びさせて育てるっていうのがね、日本の子育てとはねちょっと全然違うんじゃないのかなって思うんですね。だからそれがねやっぱりなんていうのかな、一番最初のエクスポージャーって親じゃないですか、自分のね人生の中で。でその一番最初のに触れる親がもう絶え間ない愛情をかけて育ててくれるっていうのがね、多分アメリカ人さんのあの揺るぎない自信につながっているんじゃないかなって、私はね自分の中でねそう信じてるんですよね。で面白い話なんですけども、会社の同僚とねあのお話ししてたんですね。でその同僚っていうのはね、あの非常に面白い人で、あのね長身でね、もうめちゃめちゃイケメンなんですよ。でねコロンビアのね MBA をね取ってて、非常にね頭がいいんだと思うんですけどもね、すごい抜けてる人なんですよね。本当にこの人コロンビアの MBA取れたのかなっていうぐらい、なんかねあの間抜けな人っていうか、うん、面白いね人でね、その人とねお話ししてたんですよね。であるね話題になって、私はねその彼にね、私はねあの両親にキスしたこともないしハグしたこともないし、あの両親は厳しかったから褒められたなんてことはねもう全然なかったよって言ったんですよ。そしたら彼はもうすごい目をまん丸にしてびっくりしちゃって、へえもうなおかわいそうっつって、そんなねそんなことってねあるのってもうびっくりしてて、僕なんかはねもう小さい頃から母親がねもうね君はねもう最高、君はねもう本当に素晴らしい、もう本当に一番、世界一、宇宙一っていう風にね育てられてきたんだよって言ってましたね。うん、だから彼みたいにねすごいね能天気でねあの優しい人なんですけど、なんかね抜けててね、でも憎めないタイプなんですよね。だからあそういう親がねこういうあの子をね育てるんだなと思って、その時に私はねすごい衝撃を受けましたね。なのでね、日本の今の子育てとかしつけはどうなのかなわからないんですけども、やっぱりね子供にはねあのまあ、アメリカ人のようにねデレデレにすることもないと思うんですけれども、やっぱり愛情をねたくさんかけて褒めてあげてね、あの良いところをどんどん伸ばしてあげるっていう風な子育てをねされると、日本人もねもっともっとこう自分に自信を持ってね、あの他人の目をねあの気にして生きなくてもねいいようなアメリカ人みたいなねおおらかな人間にね育つのではないかななんて私はね思ってますね。そういう風なね人がたくさん育ってくれたらいいなという風に私は思っています。ということでね、今日はなぜか私が思うアメリカ人さんのお話をさせていただきました。今日もね、皆さんどうも一日お疲れ様でした。
それではまた明日も会いましょう。おやすみなさい。マハロー。